イちゃんとユサとセイちゃんで、その2チームで分かれます。片方がお店で買い物をします。お買い物で、片方が鬼ですよ。で、見つけるんですよ。ちゃんと本当だって見つけるんですけど、それで遭遇したらもうそこで即終了なので、お買い物終了です。お買い物募集です。楽しいですよ。難しいよね。その反対もやります。先に、はい、より鬼のチームがセリちゃんです。私たち先にお買い物をするので、頑張ります。で、そしてお買い物してから10分で、位置情報を相手の鬼チームに渡すので、それでちょっとヒントって感じで見つけてもらえればいいかなって思ってます。これから原宿に行ってきます。せーの、どうぞ。最初に鬼をするのはセリと、欲しいですか？いいよ。今から5分後に行きます。レッツゴー。出かけに行きます。でも、どこに行くんだ。バイク。でも、プリクラ撮りそう。確かに。なんか、ケンカをして、出かけに行く。あとは、やっぱりコスメとかは、セリも見たいし、みんなも見たいんじゃないかな。で、ヘイちゃんは、なんか、アニメの靴とか。あ、確かに。確かに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 。なんか、うん、その入り口ら辺に25があるんで、多分25には来そうだなって思って、うんうんうん、ちょっとそこは省こうかと、うん、まあ行きたかったけど。まあでもね、奥まで行って見て、相手が奥に来たぐらいの時に WeGo を攻めるのもありだよね。あ、確かに確かに、ね、嬉しい。クレープ屋さんが見えますね。3分経過、あと2分で鬼が出動します。どうぞ。でも WeGo のさ、2階とかは、あ、2階あんの？え、WeGo、え、ないですか？いや、わかんない。使う。どこ。どこ使う？確かに地下ある。どこ使うよ。どこ使うよ。ここ。ウィゴの地下。え、行きましょう。え、地下絶対来ない。地下は来ない。勝ちました。もう勝ちました。出るタイミング間違えたらウィングリュウ。確かに。出るタイミング怖いね。地下から。怖い。10、9、8、7、6、5。4、3、2、1、出発。今から20分で探したいと思います。じゃあどこから探しますか？でも洋服屋さんです。確かに。あ、ウィゴとか言ってそうじゃない？確かに。さっき言ってた気がする。もう一度探します。3分ぐらい経過してます。ウィゴがいるから。何？いませんでした。え、カチューシャの声。怖いんだけど。もう鬼は原宿に到着してるはずだから。ちょっと怖いんだけど。急いで。お、ゲットしてる。あ、どうして？最高使った。おー、めっちゃいっぱいあるじゃん。え、何が使いやすいだろう。え、白は。メイはやっぱかわいいクリップ。あ、いや、それも白バンドクリップ。 お揃いじゃん。メイちゃんの位置情報ないかな。ありあり。だったあともうちょっとかな。あ、確かに10分。あ、おしゃれメガネ。ちょっとガテネをよく壊しちゃうので、新しいやつはね、いつも踏んじゃうんですよ。それはやばい。もう踏まないように。踏まないようにね。迷ってる。それとこれだとどれがいいですか？一斉ので優勝とか。あ、決まってないの？本当に。一斉ので。あ、本
本上一あとそれでじゃあ買います。よし、これで確実にこれはゲットできるよ。行けるかな。ここ上がっていたら超怖いね。いけるかな。ドキドキ。いいかもしれないよ。ちょっといい。どうする？ピンクアウトの見せた。あ、いそう。いるかな。いるかな。いない、行こう。よしよし、10分になったので位置情報を送りますね。はい、あ、やばい、早めに下下逃げよう。どうした、いいの、行ってみます。行きましょう。こっちだから、うん、こっちがちょっと賢いから、頭頭脳がいいからほとんどめっちゃ乗せてたけどあ次の目的は宇宙ハウスです。え、なんかさ、でもこっちの方に行ったらさ、あっちの位置情報についてそう。宇宙で行こうか。本当にね。え、あと何分？やばい。あと3分。やばい。タクちゃん、置いた。あゆちゃんが逃げていく。3分です。あと3分のところで捕まえられますか？待って、ありえちゃん、私見つかってないよ。あ、見つかってない。あ、あれ、あれ、あれ。イエーイ。見つかった。宇宙のハウスで買えなかった。英語でもっと買えなかった。やっちゃった。そうだよ。英語行ったんですよ。え、そうなの？ここの語が分からなくて、うん、今でも違うウィーゴーだったんで私そうなんです。もう本当に秒で見つけに行った。やめてよ。ここにも行かせないか。いやだ。じゃあ交代して、はい、せーの、よーいどん。行こう。20分ですよ。行きます。動画でございます。楽しんでます。優雅に写真を撮ってる。余裕。もうセリ買ったもんね。そうなんです。早い。開始5分以内にも私は相談してたんですよ。うん、なんですよ。あ、そうなの。あっち側じゃあ行かなきゃいけないんだね。ゆずはここで目あったらやばいよね。目あったらやばい。まだいる？さっきまだいますね。一旦待ちます。一旦待つ。はい、じゃあそろそろなので、さっか作戦は、はい、どこがいいと思います？え、とりあえずなんかセリちゃんとユズちゃん知らなそうですよ。あ、知らなそう。知らなそう。確かにセリちゃんを買ったらしい。え、でもなんかコスメ絶対いいですよ。うん、それはもうコスメか、なんか私たちみたいにそのイヤリングが、うん、アクセサリー系。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ20分タイマーお願いしてもいいですか？20分。タイマーセット。あ、なんかこれお店に。え、行きそう。韓国系。はい。ない。ない。今来てる。過ぎました。今過ぎた。今あっち方向に行ったの。こっちにあるよね。え、こっちじゃなかったっけ？
したら夕方にはそれか鬼を後ろから見ながら歩くっていう手もあるよ。でも反対方向されたら行ってみる。ちょっと裏見て通りながら行くとか。どこにいる？アニマルカフェとか行ってない？え、意外。え、じゃあどこに？あの、サンキューマット。あ、サンキューマット行ってそう。どうする？あ、この中かもよ。この地点いっそうな気がする。ワンチャンパンツか。あるよね。でも優しいよね。ここからは逃げられないです。ちょっと今一旦隠れてます。隠れてる。いません。ちょっと行きます。全然やばい。え、もう全部だ。大丈夫？10分も経たなかった。ずっとここだった。大丈夫。変えたかったね。早かった、見つけるの。さすが。いろいろ考えてたんです。セリさんとゆずはちゃんを。え、セリさん絶対スリシン。絶対そうか。早かった。最初、上で通り過ぎてないの。上で見てたんですやっぱり2階が。楽しい。はい、ということで、4チーム終わりました。ちょっと申し訳ないです。ちなみに何買いました？はい、私はウィーゴーで財布とカチューシャを買いました。可愛かった。メイはウィーゴーでバテ目とキャクリップを買いました。メイは DC でポーチを買ったんですけど、ゆずちゃんが楽しみが座っちゃったんです。はい、ということでですね、今日は31日大晦日です。皆さん今年1年ありがとうございました。ちょっと今年1年振り返ろうかなと思って、皆さん今年の1年どうでしたかって。メイはすごい今年になってキンクラテ TV にも仲間入りして、新しく学ぶことだったり大変なこともすごい増えて、今までで一番成長できた1年だなって思ってます。セリも今年で新メンバーとして入らせてもらって、やっぱり最初は慣れないことも多かったんですけど、その先輩方が引っ張ってくださるので頑張れてます。嬉しいですね。私もピンクラテ TV 新メンバーに入れて、いろいろできることが増えたので成長できたと思って思います。うん、そうだね。なんかそう、ピンクラテ TV 的にもすごい変化の年だったし、成長したなってすごい思います。どうですか？
そうですね、今年はファンクラッチで私が一番先輩になっちゃって楽しみになっちゃってなっちゃってそうだね、もう来年は卒業なので皆さんも会してくださいビディーズとしてそんな悲しいこと言うなよ本当にはい、私はですね、今年初めてピンクラテ TV で後輩ちゃんができてそうだったの。できて、自分もちょっとドキドキ大丈夫かなって思ってたんですけど、だってみんなで楽しく頑張れたので良かったです素晴らしい言葉ね。ルカさんもどうなんですか？私がそう言うな私自身去年は結構進行してくださったりとか、なんか企画とかそういうのとかを結構進めてくださる方がいたので、なんかそう本当に全然話せなくたんで、なんかやってもらったりとかが多かったんですけど、今年になってからやっぱり新メンバーの子も入ってきて、なんか責任を感じるようにもなったし、なんか企画進行だったりとかを多く任せていただくことも多くなったので、そういう面では自分はちょっと成長できたかなみたいな思った年でした。その来年もね、より成長できるように頑張りたいなって思ってます。大将だよ。はい、ということで皆さんにとって今年の1年はどうでしたか？来年か2022年。そうですね、2022年も我らピンクラテをよろしくお願いします。お願いします。イエーイ来年もよろしく。よろしく、本当によろしくお願いします。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。いいお年を。失礼いたします。いや、